皆さんこんにちは2021年賃貸管理士取説解説講義第5回始めていきたいと思います担当はレックスエニーコースの友杉ですどうぞよろしくお願いしますさあ、えー、それでは今回はですね第3編の、えー、賃貸管理業務系のところのですねはいこちらです 未就賃料回収の法的手段というところですね、えー、こちらのところを見ていきたいと思いますえー、取説のテキストで言いますと185ページになりますねはいえー、185ページ未就賃料回収の法的手段、えー、こちらのところを見ていきたいと思いますさあまずですね、えー、こちら「少額訴訟」というふうに書いてあります この未就賃料、まあ、つまり要するにね、えー、まあ賃料を払ってくれないと、ね、そうした時にね、えー、どうにかしてね、えー、家賃を払ってほしいなっていうふうになりまして、ね、その家賃を回収しようっていった時にどういう手段があるのか、まあ、そこを見ていきたいと思いますということでそのうちの1つ目、えー、小学訴訟というものがありますでこれは何かというとですね小学訴訟というのは まあ普通の訴訟の簡略バージョンだという風に押さえておくといいと思います普通の訴訟の簡略バージョンですで、簡略バージョンなのでえこちらですねはい、えー、小学訴訟は訴訟の目的の価格は 60万円以下の金銭の支払いの請求を目的とした訴訟となりますと。えつまり、えね価格が60万円以下のもので使えますよということになります。で、これ、勘違いしないでいただきたいのは、その60万円以下のものであれば、少額訴訟でやらなければいけないというわけではないということです。え別にあの、60万円以下のものであっても、通常の訴訟であっても構いません。それはいいんですけれども、その60万円以下のものの場合、 にはこの小学訴訟というシステムも使えますよというところになります、えー、ですのでそこは、えー、勘違いしないようにしておいてください別に普通の訴訟であっても別に何も問題はないんですねで、えー、こちらなんですけども簡易裁判所で行い次です即日判決という風うになりますやっぱりここが小額訴訟の大きな特徴です即日判決はい えー、という風になっていきます。だからまあ普通だったらね、例えば訴訟しましたっつったときに、じゃあねえー、一回訴訟が行われえー、ねえー、一回まあ話が行われまして、じゃあ次の期日はじゃあ次の期日はという風に続いていくんですけども、この商業訴訟に関しては次の期日というものは基本的にはないという風になります。だからまあうん結構スピーディーにね、えー、判決も出るので便利ということになるわけなんですよ。ただまあそうなるとですね。 やっぱり例えばその消費者金融なんかが何度も何度も使ってしまうってことが考えられるわけですよね。でそうするとやっぱりまあ簡易裁判所だってね、えー、まあそれはあの、うん、抱え込める、ね、数だって限りがあるわけですよ。ということで例えば消費者金融が次から次へと使ってしまったらですね普通の一般の人が使えないということになってしまいます。なので、まあ、ちょっと回数制限を設けましょうと、えー、いうことになりまして同一の簡易裁判所において同一年に10回までという回数制限があります。 まあこれがないとやっぱりね消費者金融がバーッと使ってしまって、ね、一般の人が使えないということになりますので、まあ、それを防ぐためにも回数制限を設けましたということになります。で 即日判決という特徴がありますのでこれ時間のかかりそうなものを避けて行いますまあだから時間のかかりそうなもの、うん、まあ一番まあね時間がかかりそうなものとしてイメージできるのはもう次の期日が必要なものですよね例えばね承認を呼びたいと思いますえー、じゃあ次次回の特に承認を呼びたいと思いますいやいや即日判決だから次回はないんですよっていうねえー、そういう感じで次回が必要になりそうなものとかそういったものはやっぱり避けていくっていうそういうイメージはありますで次のページの ところをご覧ください186ページのところでございますはい。まあ、小学訴訟の特徴ということでまあ、もう本当に、うん、簡略化してやりたいのでまあ、面倒なものはなるべく避けていきましょうということになりますまず承認、えー、尋問これを承認の先生なしで、えー、それを省略して行うことができますそれから 即時に取り調べ可能な証拠に限って可能ですまあそれこそね取り調べね可能な証拠を提示しましたってった時にそれをじゃあねすぐに、えー、これで大丈夫ですねっていうふうに見られるものじゃないとじゃあよく吟味しますみたいな感じになったらやっぱり次の記述必要になったりするわけじゃないですか、えー、ですので即時に取り調べ可能な証拠に限って可能になりますでそれから電話会議方式の証人尋問これも認められますとで次です 反訴を提起することができないという特徴があります。で、反訴って何ですかって言ったらば訴え返すことです。 うん、訴えてきた相手を今度は逆に訴え返すというですね,ね例えばなんか、ねえー「お前こうだろ」っつって訴えきてきたら「お前こそこっちの方でしょ」っていうふうに訴え返したい時ってあるじゃないですか、えー、そういう訴え返しを「反訴」っていうふうに言うんですけれどもその「反訴」を定起することができませんなんでですかって言ったらだって考えてみてください「訴えてきた相手を訴え返す」ってことはそれだけ複雑になりますよね。複雑になるるととといいううことはそう時間がかかってしまいますすよねそうすると即日 判決なんか絶対無理ですよねということですはいですので反訴、えー、を提起することができませんでですねはい、えー、こちらになりますけども原告が少額訴訟を希望する場合には 訴えをを提起すすするる際にその旨をする必要がありますですので、まあ、最初の段階で原告はですね今回これ奨学訴訟でやりたいんですけどっていうふうに言いますと。でそれに対して被告がですね異議を唱えない場合は奨学訴訟で行いますしまあ、えー、異議を唱えればこちら、えー、被告は訴訟をね通常の手続きに移行させる旨の真実というのも可能になります。ということはですよ。一応両方に 選択権はあるわけですだから原告が小学訴訟を希望しますとでそれに対して被告が、まあ、それでいいよっていうふうになったならば少額訴訟で行うわけですから、まあ、一応両方に選択権はありますよねというふうになっていきます。で被告は、えー、訴訟を通常の手続きに移行させる旨の真実が可能つまり少額、まあ、訴訟は嫌だ、えー、普通の訴訟でやってくれっていうふうに、まあ、言うこともできますよということになっていきます。 はいそれから次です簡易裁判所は被告の視力などの事,考慮して事情を考慮して特に必要がある場合判決の言い渡しの日から3年を超えない範囲内で支払い猶予もしくは分割払いの定めをすることができますというふうにありますよねあの普通の訴訟ですと そうあの勝ちました勝訴しましたっていうふうになるとあの一括払いで請求することができるんですよ一括払いで請求することができるんですけども少額訴訟の場合には分割払いの判決が出てくる可能性があるということになりますまあそこは一つね特徴として押さえておくといいと思います。はい、えー、普通のものであればます。るることができるんできんすけれども はい、こちらですね。少額訴訟の場合には、まあ、分割払い、これの判決ですね。はい、分割払いの判決が出てくることがありますよということになっていきます。はい、そういう,うシステムがまずはありますということですね。で、それから次です。 支払い特といとうものがありますとでこれは何かというと、まあ、ざっくり言うならば特則状を出したい時に使うシステムです特上を出したいよっていうふうに思った時に使うシステムでこちらは少額訴訟とは違って金額の制限は特にありませんで簡易裁判所の書記官に対して申し立てを行いますここ書記官に対しての申し立てですはい 会員裁判所の書記官に対ししてて申し立てを行いますこれはあの特則上書っていうところになりますのでまあなんか裁判官がなんかジャッジしてうんぬんかんぬんというよりもまあいわゆる事務手続き的な感じになるので、えー、書記官に対して、えー、行うということになります。はい、で、えー、書記官に対して申し立てを行いそれに対して債務者が異議申し立てをしなかった場合。 でこの「異議申し立て」なんですけれども基本2週間以内と定められてにまあちょっと細かい話ですけどね余裕があればちょっとそういうところまで覚えておいてください。2週間以内に、まあ、異議申し立てをしなかった場合には「 仮執行のの宣言をされた支払い特に確定判決と同一の効力が与えられますということになります、ねでまあ異議申し立てを行うと通常の民事訴訟に移行するんですけども異議申し立てをしなかったらもうあ,のある意味確定判決と同一の効力ということはねえまああのこれでえ、まあ、ある意味勝訴扱いに近いようなものになってしまうということになるわけです。 はいということになりますので、えー、こちら異議申し立てを、まあ、行わなかった場合には確定判決と同一の効力異議申し立てを行うと、まあ、通常の民事訴訟に移行することになっていきますはい、えー、それから次187ページですねはい、えー、民事訴訟の管轄裁判所なんですけれども はいこちらですね、えー「民事訴訟を行います」って言ったらば原則として総額が140万円を超える場合は地方裁判所140万円以下の場合には簡易裁判所これが管轄というふうになりますということですねはい、えー、ですのでまあこれはあの知識としてちょっと覚えておいてくださいはいそれから4番目ですね え工事送達というシステムについてですこれは何かというとですね相手方の住所なんかが不明の場合には工事送達という制度を利用することができますこれ何かっていうとですねあのまずその裁判をしたいみたいな感じになったらですね相手方の住所のところにですねまあ、書類を送るっていうシステムがまず最初にあるわけですよで、そうすると相手方の住所が不明の場合送れないってことになっちゃいますよね送れないとねじゃあ裁判絶対始められないんですかっていう話になるわけじゃないですかで、その時に 相手方の住所が不明ですその時に使えるシステムがこの工事送達というシステムですこれは何かというと裁判所の書記官に申し立てることによって、まあ、実際に相手方に送達しなくても送達されたものとして扱われますということですまあ、どういう風になるんですかって言ったらば、まあ、工事送達はですねまず裁判所の書記官がですねまあ、こう送達すべき書類を保管しておくんですで えー、送達を受けるべきものに交付するよっていう旨をですね裁判所の掲示板みたいなところに掲示する、えー、それによって行いますとで原則として掲示をを始めた日から2週間経過すするるるこことととでで効力を生じるということになるわけですね、えー、つまりあ2週間を経過することでもう相手方に届いたのと同じ扱いをするということになるわけです。 でこの公示増達なんですけどじゃあ何でもかんでも利用できるんですかっていうといや通常の民事訴訟では利用できるんですけども今やった2つですよね少額、えー、訴訟と支払い督促こちらでは利用することはできません。はいということで何でもかんでも使えるってわけではないんですよということになります。はいそれからですね5番目強制執行のところでございます。 はい、えー、こちら債権を回収するためにまあ、財産を競売にかけて、そっから回収するっていうことになります。まあ、これ強制執行ということになるわけなんですけども、これやっぱりまあ当然のことながら勝手にやっちゃだめですよね、えー、勝手にやってはいけません。ということで、そのあのー、やっていいですよ。っていうやっぱり許可がないと無理です。 はい、えー、それはやっぱりねそれなりのお墨付きをもらわないとですね勝手にやるのは無理なんですね。でこの強制執行が可能だっていうことを証明する文書のことを債務名義というふうに言ったりしますはい、えー、債務名義というふうふに言ったりします。 まあこれは何ですかって言ったらば債務名義というのはまあ強制執行が可能だよっていうことを証明する文章なんですねじゃあそれがあったらできるんですかって言ったらば実は債務名義だけでは強制執行は無理なんですはい今度は強制執行してもいいですよっていう書類があって初めて強制執行ができるということなんですねこの書類を執行文というふうに言います つまりまあ、強制執行をしたいのであれば、債務名義と執行分の両方が必要ですよ。っていうそういう話になります。で、債務名義って何ですか？って言ったら、あなたにはその資格があるよ。というその許可執行分というのはそれをやっていいですよ。っていう許可なんですね。まあ,あの、うん、ピンとこないという方のために、ちょっとまあ、イメージイメージですよ。あくまでイメージとしてお話をすると例えば。 そうですねえー、我々ね、まあ、一般の市民って拳銃とかって持っちゃいけないじゃないですかで拳銃持っていいのはっていったら警察官は拳銃を所持していいですよっていう許可をもらってますよね。はいまあ、ね警察官は拳銃を所持してもいいですっていうこの許可、まあ、これが債務名義に近いものだと思ってください。 はい、えー、でまあその許可をもらってますけどもじゃあねえー、警察官は拳銃を所持してるからといってねえー、まあ自分勝手にねえー、使っていいのかって言ったらやっぱりそうもいかないわけですよねやっぱりそれはあの拳銃の使用許可みたいなものもやっぱり必要じゃないですかねえー、持つ許可と使用する許可っていうのはやっぱあるわけですよでその使っていいですよっていう許可に相当するものが執行分だと思ってください、はい、イメージ的にはそういうようなイメージで捉えておいてくださいで例えばですよ ね、あのー、じゃあ例えば警察官だって、ねえー「持っていいですよ」っていう許可があります「あなたは、ね、持つ資格がありますよ」っていうそういう許可があります「使っていいですよ」っていう許可がありますって言ってもまあなんていうんですかそれと一緒でこれも債務名義と執行分両方ね備えて、えー、初めてできるっていうのが原則なんですけども実は債務名義だけで、えー、できる場合もあります。 これがですねこちらです支払い督促や少額訴訟の判決これって、えー、執行分がなくても債務名義だけで執行することができるということになりますですので原則債務名義と執行分と両方必要これが原則です、えー、ですけれども、はい、支払い督促や少額訴訟であればその執行分がなくても債務名義だけで執行することができますよということになっていきますはいそれから188ページのところですね はいまあ、えー、債務名義の具体例債務名義にはこんなものがありますよとで執行分を付与してくれるのはこういう人ですよっていうのがですねありますまあだい,たい裁判所の書記官が、えー、執行文を付与してくれます、はい、ます、あ、はこちらですね強制執行の認諾文言付きの公正証書というものこれだけはまあ、公証人というふうになっていきますけどもまあ他は大体ですね、えー、裁判所の書記官ですよっていう感じになっていきます。はい さあそしてですね「公正証書によって強制執行ができるのは金銭の支払いを求める請求これに限定されます」「不動産の明け渡し請求というのは、まあ、賃貸借契約の公正証書があってもその公正証書に基づく強制執行は無理です」えー「訴えを提起して、まあ、給付判決というものを取得する必要がありますよ」ということをまあ、えー、ついでに押さえておくと良いと思います。はいということでですね えーまあ、このですね、えー、未就賃料の回収手段というところで、えー、お話をさせていただきました。はいえー、ということでですね、まあ、今回は、えー、この辺にて終了したいと思います。それではまた次回お会いしましょう。それでは皆さんお疲れ様でした。